アンテオはイタリア海軍の潜水艦救難艦。艦名はアンタイオスを意味するイタリア語に由来し、この名を受け継いだイタリア軍艦としては三代目にあたる。同型艦はない。船型は朝鮮首労型とされている。主機艦はディーゼルエレクトリック方式とされており、推進発電機は GMTA230 から 12V、ディーゼルエンジン3機を原動機とされて、 電動機2機でスクリュープロペラ1軸を駆動する方式とされた。簡易保持のため出力500馬力のバウスラスターも搭載されている。また養生作業の円滑化のため原油ラスイソも装備された。艦中部にはヘリコプター乾板が設定されており、その直前には入れ子式のハンガーが設けられた。管備側、s r v 3 0の発進作業中である。 レスキューチェンバーを含めてアメリカ海軍式の潜水艦救難装置を備えている。チェンバー運用時の4点軽流のため大型の軽流浮標が環境前に搭載された。また、深海救難艇として MSM-1S 型ウセルを搭載した。これは重量22トン、全長9.0メートル、全幅2.5メートル、高さ2.7メートルで 行動時間は4ロットで120時間、推進600メートルまで対応できた。その活動支援用として、ゲーマリーン社のプルートローフも搭載していた。その後、2000年より、北、大西洋条約機構の新しい標準的な潜水救難装置に対応した SRV-300 の搭載にも対応した。これらの要項のため、完備にはスリップウェイが設けられており、 また A フレームクレーンが備えられている。潜水作業支援船としての機能も備えており、最圧チェンバー2機によって、水深350メートルまでの飽和潜水を支援できる。10ノットで多船を栄光することも可能であり、陸岸栄引力は27トン。また海上における火災にも対応すべく、放水銃を4機備えており、それぞれの範囲に向けて1時間あたり64トンの、 水を放水できる。アンテオは、イタルカンティエリシャベネツヤ・マルゲーラ・ブラダゾウ船所で建造され、1980年7月31日に収益する。ありがとうございます。